日本の美術は木とか紙とか土とか大変脆弱です。素晴らしい先人たちの文化財の修理ということをやっていきたいと。保存、修理、そして公開する、この3つの連携ができたことによって、もっと未来に向かって永続的に日本の素晴らしさを伝えていきたい。絵画にしろ書籍にしろ、まあ50年とかものによっては100年ごとに修理をしないといい状態で伝わっていかないんです。作品を見ていただく、もちろんその機会が増えることはとても良いことなんですけれども、どうしても限界がある。今これだけ映像技術が発達していいものが見られる、現代の技術をうまく利用したこう日本文化の発信を世界の人にもつなげていくことができればいいかなと思います。巡回修理以降ですね、ポレとか汚れが拡大している状況で、できた当時の技法、できた当時の材料を使ってその当時の輝きを忍んでもらうと。100年近くできておりませんので、2年後3年後はですね、楽しみにしてまたこの世をお迎えしたいなと、こんなふうに思っております。連日3000人を超える方々にご来場いただきました。修理事業、これもスタートしました。つむぐプロジェクトを通じて世界のすべての人たちが日本美術を愛してくれる、改めて日本の美を、国民の宝を未来へ継承していきたいですね。